はいどうも、ほらが峠戦車隊です、金物レックスさんです、今日はなんでここに来たかというと、新しい電話ちゃんを引き取りに今日は来ました。じゃんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 ん、すごいですねじゃあ連れて帰ります。ありがとうございます。じゃーん、ほらが峠戦車隊です。今日のお昼、お昼、今日のお昼はカレーうどんです。イエーイ、よっしゃ、あっちで食べよう。うわ、めっちゃいい匂いしてるわ、最高やん。いやー、カレーおいて、よっしゃ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 、はい、いただきます。あれ、なんか違和感あんな。ん、扇風機ちゃうな。ああ、扇風機ちゃんどうも、お疲れっす、いつも。うん、涼しかったね。今年大変やったな、大活躍やったなって言うてる場合じゃなくて、何これ、ん、何このでっかいの壁、ん、何箱、何でかいぞ、ちょっと待て、何やこれ、また買ってしまった、また買ってしまった、くっそでっかい箱が来たはい、さっきと似たやつですね。うん、じゃあ早速開封していきます。イエイ、めっちゃ美味しいわ、これやばいわ。ちょっとね、映すの難しいな。それでカメラ持ちながらハサミを、お、逃げるよこの人。あ、無理、はい、やめます、止めます。梱包開けてみます。こんな、こんな感じ。おお、ちょっとやばいやばい、どんなんだったの。おお、すごいやん。うわ、これすっげえ、何これ。あ、お、2台付いてる。あ、これ写真なかったね。あ、ラッキー、2台付きや。え、すごい。この、このサドルすっごいでっかいな。ちょっとかっこいい。タイヤでかっ。マジか、これか。ちょっと恥ずかしいな。わー、空気入れとか、やっぱりこれ、前のやつと一緒やな。変われへんわ。いやー、すっげえ。そうなんや。頑張ろう。早速、こういうね、こういうのを切る。何やろ、この黒い。あ、このままいけるのかな。無理やな、ハサミ切ろう。擦ってるかな、うん、ちょっと切って、これ開けてみよう。あ、なんか箱開いてる。さすが。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。お姉ちゃんや。これ充電器なのかな。ちょっと待って、開けてみよう。あ、これ充電器や。安っ、安いじゃない、安いじゃないけど。オッケーオッケーオッケー。あ、空気入れでしょ。うん、あ、なるほど。あ、空気入れちょっと色変わった、おしゃれになってる。お、すげえすげえ。あ、オッケーオッケーオッケー。あとは、あ、工具や。あ、これも前入ったやつ一緒。オッケーオッケー。で、説明書か。あ、説明書入ってんねや。そうなんや。何語、どこ、さてどうやって出すこれ。タイヤ出した方がいいかな、これな。 あ、なるほど。あ、そっか、そういうの切らなあかんな、これな。うん、こういうの切らない、爪切りで。おお、まあ、何でもいいや。おお、難しい、めっちゃ梱包されてるわ。そらそうやんな、これを切ったいんだろ。映ってる？よしよし、爪切りで切ると思うから、よいしょ、くっ、買った、オッケー。よっしゃ、ちょっと待って、一回やめよう、一回、しんど、きつ、これほんまきつ、うん、大変やな。ママ泣きそうやね。あ、嫌な音する。おお、だんだん全貌が見えてきたよ。こいつもポイ、うん、こいつか、でっか。これどうしたいの、これ取れへんの。あ、こんな取れへんな、まだどっか繋がってんねや、たぶん。どうやって出すんこれ。うん、全部一回出さなかったのかな。うわ、無理だよこんな。うお、ちょっと待って、やめ、途中経過、
とりあえずね、あの出ないから引っかかってから箱を壊しました。はい、箱を壊して、うん、分かるかな、分かりにくいな。でタイヤを出したらこんなタイヤが出てきたっていう感じだな。うん、すっごい、何このでっかいの。途中経過、箱はこんな感じになりました。これ大変やわ。さすがきつい箱で、本体がこんな感じです。うん、デンマちゃんとサイズは一緒だけどタイヤが異様に太い。そう、こんな感じ。まだ組んでないんで、ハンドルっていうか、もう障子破いた、やばこけたし、ハンドル突っ込んだし、びっくりした。ね、ディスクブレーキでね、うん、こんな感じで。タイヤすごいな、こんなんすわ。はい、どんなとこ走んねえわ、わかんねえけど、モーターがすごい。これは1000ワットモーターですね。すごいな。前が、あー、ごめんなさい、見えな。前3段、そう。で、後ろが7段か。3721段変速ですね。はい。で、何が嬉しいって、この2台ついてるのめっちゃ嬉しいな。予備バッテリー、ここにほら、くくりつけて走れるじゃん。で、何がすごいって、この、かっこ悪いぐらいごっつい。あ、何これ？あれ？ USB ケーブル？何何？どうした？え、何やろ？何か充電できんねえな。あ、あれか。これや。こっち出た。これ。これ。LED ランプがついてて。あ、これ刺すとこや。あ、はいはいはい。あ、後ろピカピカ光る。あ、そういうのついてんだね。お、すげえ。おー、すげえすげえ。で、ペダルが、前は、あの、後付きやったんやけど、今もう、こう、折りたたみの、こういうペダルになってまして、はい。まあ、取れたらまた予備あるからね。いいねけど。うん、いいやん。なあ、うん。そうっす。かっこいい。これ、なんて読むねやろ。なんて読むねやろ、感じ。で、そやから、USB 挿すとこがここにあって、あって、だけな、アホな子。ちょっと待って、いいね。USB なんて、もう無理や、ちょっと待って。あって、刺し、ごめん、暗いよ。見えへんね、ごめん。刺したら、ついて、スイッチどれやろ。え、スイッチ？あ、これか。あ、これ、多分これや。おー、明るっ。お、いいね。で、消すときは？あ、ちゃうわ、あれ？おお、あ、段階できるわけや。消すのはちゃうな、長押しかな。おお、長押しでした。これも充電完了してんねん、多分な。うん、まあいいわ。うん、オッケー、いい感じ、ありがとう。付属品なんですけど、この六角レンチとかね、ドライバーセットですね。うん、そうそう、こっちだ、ごめん。そう、こんな感じでいろいろついてます。プラスマイナスとかね、ついてまして。あと、空気入れですね。うん。この空気入れなかなかね、前真っ黒やったのにな。うん。ちょっと洒落てんな。まあ、うん。安っぽいけど、こいつなかなか使えるやつで、前の時も大活躍してくれました。ありがとうございます。うん。気に入ってます。こんなもんかな。うん。あと、泥除けとかつけなくんけど。うん。あ、転がってるけど、うん、あんなんつけたりして、後ろもついてねえな。うん、オッケー、まあいろいろやってみましょう。うん、頑張ろう。何ですかね、梱包がすごい。こんだけ発泡スチロール入ってんのと、ゴミがすごい。見てこれ、これさっきの、よいしょ、あ、うお、見てこれ。す、一回開けようか。開けるで。どんだけ入ってるか見て。こいこんなんすわ、こんなん。あ、これがよけんで、さっきの、この人誰やろ、空気での子。うん、誰知ってる、わからん。逆、いけいけいけ、誰、こんにちは、こんにちは、誰やろこの人。ちょっと待って、アップしよう。こんな人、わかる、女優、女歌手って書いてあるな。わからん。あ、こんにちは。よろしくお願いします。いや、箱は掘るけどごめん。箱掘らして。ごめんな。じゃあね。
お疲れ。とりあえずここまでできたかな。あとハンドルつけてタイヤつけてどれだけつけたらなんとかなるんですけど、どうやってつけたらいいのか分かるんで説明書を見たいと思います。はい、説明書こんな感じです。イングリッシュですね。これですね、これね、1枚めくるとこんな感じで、あ、この子やね、うん、MX01 かっこいい、うん、いっぱいあるやん、こんなね、 02S とか M90 とか M80 とかね、すごい、うん、これあれやな、多分この、おー、データ表やね、なんとなくわからんことはない、うん、そう、まあ後で調べよう、うん、こっちは、わあ、なんかちょっと待って、クエスチョンマークとか何？どうした？何？どういうこと？はい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 、あ、なるほどね。読めない。途中結果パート2です。とりあえず、よいしょ。どういう受け付けました。ハンドルもまあまあよくつきましたね。あと、ライトもこうつけて、こんな感じで。そう。7段変速ね、島のせい。こっち側は。これよくわからんね。まあいいか、オッケー。はい、タイヤつけました、前のタイヤ、こんな感じ。でかっ、なんかすごいな、背が高くなった気がする、こんな感じで、2台ちっていいよね。あれ、この2台ごめん、ちゃんとついてないわ。あ、これだ、あ、うまい、危なっ。おー、これまだ、これとこれをつけなあかんわけね。あー、了解了解。だってこれ、ぺったんこやもんな。こうなってるもんな。あ、ほんまこうなる。あ、怖っ。いや、まあまあ、これすぐできるんで。みんなちょっと、明日走りに行こうか。にゃ。はい、試乗会しまーす。よろしく。どんなんやろ。楽しみ。じゃねなんでそこにやんの困ったら。おぉ。かっこええ。こんだけちゃうんですね、タイヤ。今日ずっと乗ってた、乗ってましたけど、はい、今さっきそれ触ったら、はい、めっちゃ軽いなと思って、びっくりした。こんだけ重量ちゃうんですねって。面白いな。うわ。いいっす。いい感じです。しでまちゃんのよいしょ、最高速チャレンジ始めたいと思います。行くで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 